ありがとうございました。全員しっかり走ったし、身体の怪我から最後帰ってきてくれたけど、勝てんかった。もう勝てんかったのは俺のせいやな。今日ほんま負けてしまったけど、今までの試合の中で一番良かったと思う。島尾があんなヘディングしたの初めて見たし、田村があんだけ走ったの初めて見たし、全員がやることちゃんとやったと思う。西村は3年生1人でずっとまとめてきて、1年生が生意気だって大変だった時もあったな、だけどずっと悩みながら相談してくれながらまとめてくれた。真山もありがとうな。真山がおらな11に揃ってなかったし、今日勝つことができなくてほんまに悔しい。勝たせてあげたかったし、このチームで一勝もすることはできんかったけれども、絶対やってやろうぜ。今日は勝てんかったけど、来年再来年西村を卒業してまうけど、西村の分も勝てるように絶対やってやろうぜ。絶対やってやろうぜ。このまま終わらんけん、西村も絶対お前が勝てんかった分、今の 1,2 年生がお前の分も買ってくれるけん、期待しとってください。西村、なんかありますか？すごい、まあこのチームで勝ちたかったんですけど、僕は卒業したら来てください、出るようなチームになってください。1,2 年生絶対勝てるチームになろうな。ほな終わりましょう。ちょっとサンキューの君が、お疲れ様だよ。